こんにちは、お久しぶりです。今日は物理を勉強します。前半は教科書をノートにまとめます。後半は初先生方の動画の授業を受けて勉強します。今日は勉強の終わりに楽しみなランチタイムがあります。一緒に勉強しましょう。ケプラーの法則、第一法則、惑星は太陽を一つの焦点とする楕円上を運動する。第二法則、惑星と太陽とを結ぶ線分が一定時間に通過する面積は一定である。面積速度一定の法則。第三法則、惑星の公転周期 T の2乗と軌道楕円の長半径半長軸の長さのケプラーの法則を勉強しました。ケプラーの法則、第一法則、惑星は太陽を一つの焦点とする楕円上を運動する。第二法則、惑星と太陽とを結ぶ線分が一定時間に通過する面積は一定である。面積速度一定の法則。第三法則、惑星の公転周期 T の2乗と軌道楕円の長半径半長軸の長さ A の3乗の比は全ての惑星で一定になる。 A3 乗分の T 2乗イコール K、 K は定数。今日はケプラーの法則を勉強しました。ケプラーの法則、第一法則、惑星は太陽を一つの焦点とする楕円上を運動する。第二法則、惑星と太陽とを結ぶ線分が一定時間に通過する面積は一定である。面積速度一定の法則。第三法則、惑星の公転周期 T の2乗と軌道楕円の長半径半長軸の長さ A の3乗の比は全ての惑星で一定になる。 A3 乗分の T 2乗イコール K、 K は定数。今日はケプラーの法則を勉強しました。後半は初先生方の動画を見て授業を受けて勉強します。一緒に勉強しましょう。共通テストの時期ですね。私はゼロからのスタートなので今年は受験しません。すいません。来年受験します。来年の目標として科学と物理、この2科目9割オーバーをしたいと思ってます。それが目標です。一緒に勉強しましょう。
勉強の後はランチタイムです。今日はお正月のお餅が残っていたので雑煮ですね。雑煮は大好きです。お餅も大好きです。いただきます。うん、うん、出汁が効いて美味しいですね。なるっと、お餅は5枚入ってます。こんな感じですね。美味しいですね。こんな感じです。雑煮です。うん、これお餅ですね。もちもちです。うん、お餅はたまに食べたくなりますね。美味しかったです。ごちそうさまでした。